この本はオーグエンザップ将軍が記したなぜ我々はフランス軍に勝つことができたかっていうのを書いた本。いかにして武器も金も知識もない貧乏国が強大な大国フランスを打ち破るに至ったかって、祖国を救い人民を解放するっていうことがパーパスであって、そのための手段としてマルクス・レーニン主義を使って人民を司令塔たる党と一体化させて現状の武力や伝統に応じた戦い方によって敵を攻めるっていう、言っちゃうのは簡単ですけど、これをこう継続的に実行できたのは本当にすごい。こんにちは、デキログ世界史専門チャンネルです。ちょっと前なんですけど、人民の戦争、人民の軍隊、ベトナム人民軍の戦略と戦術という本を読みました。中高文庫ビビリオというレーベルで、まあ、薄くて手軽に読めるやつです。ちょっとね、図書館で借りた本読んだんで、今手元にないんですけど、著者はボーグエンザップという人なんですけれども、ご存知の方いるでしょうか。軍事に詳しい人であれば知っているかと思いますが、彼はベトナム人民軍の将軍で、フランスとの独立戦争中にディエンゲンフーの戦いでフランス軍を打ち破ってベトナム軍を大勝利に導いて、インドシナ半島からのフランスの全面撤退を達成させた20世紀の名将の一人と言われる人です。この本はボーグエンザップ将軍が記したなぜ我々はフランス軍に勝つことができたかっていうのを書いた本になってます。で、この本は1961年インドシナ戦争から7年後、そしてベトナム戦争が始まる1年前に書かれたもので、当時ベトナムは 北のベトナム社会主義共和国と南のベトナム共和国に分断された状態にあります。で、これが半ば戦時体制にあった時に記された本ということもあって、共産党のイデオロギーを前提にして論述が進んでいくんですね。冒頭の1ページ目にもう早速こうあるんです。一方は革命的で人民的かつ正義なもの、他方は反革命的反人民的かつ不正義なものであるっていうふうに書いて、そのまずは共産党の軍隊が絶対的な正義であるっていう大前提があります。まあ、ベトナム共産党の指導者の一人が書いた本なので、まあ、当然非常にイデオロギッシュだし不都合な点は書かれてなくて、まあ、美しい美点しか書いてないに違いないんですけど、まあ、そういう前提で、そういうことが分かった上で読んだとしても、内容はかなり守備一貫してて、文章も論理的な構成となっていて、理念と戦略の一致という点において、非常に学ぶことが多いというか、軍事戦略だけじゃなくて、これ企業とかにも活かせられる話だと思うんですよ。で、この本で将軍が書く、その論説というのは、いかにして武器も金も知識もない貧乏国が、強大な大国フランスを打ち破るに至ったかっていう点です。フランスからの独立戦争はベトナム人の多大な犠牲をもたらしたわけですけれども、この戦争を戦う目的を、大目的ですね、将軍は、この戦争は人民の戦争であり、民族の独立を取り戻し、封建的土地所有者を打倒し、農民に土地を与え、社会主義への道を切り開くことであるとしています。そしてこの目的を達成するための戦略は、長期戦の戦略でなくてはならないとしています。ベトナム側は組織も知識も貧弱で貧しいので戦うための武器もほとんどありませんと。一方で敵であるフランスはまあ強大でまともに勝ち合うことはできない。時間をかけて味方の勢力を強化しつつ敵を消耗させると。そして兵力のバランスが味方に有利になったら最後に勝利を手繰り寄せる、掴み取る。まずは大都市で市街戦を交えた上に農村地帯に撤退してゲリラ戦を地方で展開して敵を消耗させた上で局地戦、ついで大規模作戦に打って出て勝利をつかむというものです。組織の規模を拡大しながらこのような戦略を維持し続けるっていうのは非常に至難の業、難しいと思われるんですけれども、それがなった理由は教育工作、人民や党員間の思想闘争、軍事経済両視点からの大規模な組織的努力、そして軍隊人民前線後方の各々における前代未聞の犠牲と英雄主義であると述べています。まあ、これ簡単に言うと、党が決定した長期戦略をその人民軍の末端にまで徹底的に守らせて、党員や人民軍の兵士に至るまでもう教育を徹底して、もし方針に逆らう者がいったら容赦なく排除する、抹殺するっていうことです。で、長期戦を展開して最終的に勝利をつかむための適切な手段を、まあ、ゲリラ戦であるというふうにしています。敵が強ければ敵をかわし、敵が弱ければ敵を攻める、敵の近代的武装に対しては情勢に応じて敵を間断なく攻撃したり殲滅したり、
軍事行動に政治的経済的行動を組み入れたりして打ち負かすために限りなく英雄主義で立ち向かうのである。敵を打ち負かすことが英雄であって、勝てない敵に立ち向かって玉砕するっていうことはこの文脈からは排除されているんですね。なので英雄とは特攻隊のような類のものじゃなくて、敵に最大限の打撃を与えて味方の損失を最小限にするためのやむを得ない犠牲みたいな、そういうニュアンスが含まれています。戦いに必要な武器は敵から奪うっていうのが基本です。当時ベトナムには軍事工場は一つも存在せず、はじめは太平洋戦争で降伏した日本軍から奪ったり、フランス軍の旧式の銃を使って足りない場合は棒や槍、弓、ナタのような原始的な兵器すら装備せざるを得なかった状態でした。党は兵器の供給量が少ないことを懸念して武器工場を作るも、まあ、全く追いつかない状態だったので、戦闘によって奪った戦利品によって戦いを継続しなさいというのが党から人民軍への各兵士たちへの指令でした。まあ今考えたらようそんなとんでもない指令出すなって思うんですけど、そして末端の兵士たちはそんなめちゃくちゃな指令を聞いてよく戦ったなって思うんですけど、そういう、まあ、無茶な指令でも、その、聞いて、わかりましたって言って、それを実行する兵士に育て上げることを可能にするのが、政治工作であるというふうに将軍は述べています。ちょっと長いんですけれども、この政治工作を詳しく説明した箇所があるので、引用します。人民軍は、革命の任務を実現するための、党と革命国家の武装した手段である。党の目標に対する深い認識と、民族と労働階級という大義に対する無限の忠誠と、そして無条件の犠牲的精神とが軍にとっての根本的問題であり、基本的問題であった。それゆえに、大義における政治工作は極めて重要な意味があった。政治工作こそ軍の魂である。政治工作はマルクス・レーニン主義思想を軍に叩き込むことにより、軍の政治意識と思想的水準を高め、軍の幹部と兵士の階級的立場を強化することを目標としている。また政治工作は、解放戦争の間、軍に長期的抵抗運動政策を革新させ、そして人民と軍にとって諸困難を克服するには、自らの力に頼ることが絶対的には必要であることを確認させた。さらに政治工作は、地代の削減と農地改革等を相次いで実現させるためには、大衆動員が深い意味を持つことを軍に教え込んだ。このことは軍の士気に対して決定的な影響を持った。まあ、簡単に言うと、党の言うことに絶対的に従うように兵士たちを教育するっていうことですよね。で、ここって結構重要な点なんですけれども、ベトナム人民軍は党の指導下に置かれて、党の指導によって動く軍隊であるということです。軍は暴力装置であって、存在自体に力があることから、軍人独自の論理が働きやすくなって、場合によっては政府に反抗してクーデターを起こしたりする場合がありますけど、ベトナム共産党はそれを未然に防ぐために、軍を 100% 党の意向で働く組織とするっていうことに全力を費やしています。そしてコントロールした軍隊を通じて末端の兵士に戦意を維持強化して真の愛国主義をプロレタリア国際主義に統合させ、革命的英雄主義と戦う決心とかつ決意のスローガンに約束させた我が軍隊の偉大なる伝統、ここちょっと引用なんですけど、を教えることで自己犠牲を厭わない、まあ、盛況な軍を築き上げたんだというふうにしています。とはまた、人民の信頼を得るために、人民を尊敬し、人民を援助し、人民を守るという名誉の宣誓を兵士に遵守するように命じています。祖国を救い、民族と労働社会機を解放するという共通の目標のもと、軍は農民を助け、農民は軍を助けることで、この戦争は人民の戦争であるという大義名分を末端の人々にまで組み込んだのです。まあ、果たしてこれが本当に守られたんですかっていうのはよくわかりません。軍に協力しなかった農民もいたでしょうし、その軍、農民に暴力を振るった兵士も、まあそれはいたでしょうけど、ただその党と軍を人民を一つにするっていうそのイデオロギーとその行動原理っていうのが実際にその民衆動員というのに、まあ建前であっても、おそらく大きな動員力、威力を持ったんじゃないかなというふうに考えられます。その人民軍をはじめ、装備も貧弱で、将校や下士官も農民出身だったので、まあゲリラ戦しかできなかったし、党もそれしかやれって言わなかったんですけど、武器の作り方を自分たちで覚えて、まあ、武器も盗んできて、フランス軍から。で、数々の試練をくぐり抜けて、戦術も次第に、まあ、高度に洗練されて、まあ、戦闘能力が上がっていくわけですね。で、十数人の部隊から数百人の大隊にまで拡大して、フランス軍相手に大規模な海戦に打って出ることができるまで成長していきます。
で、実際にそのディエンビエン風では統一した指令のもと大規模で連続した攻撃ができるようになるまで成長を遂げていたわけです。で、ボーグエンザップさんがこの本を書いている時はちょうどその人民軍というまあゲリラ部隊みたいなのをその近代的な正規軍へと転換させている途中であって、で、まあその将軍は来るべきアメリカとの戦争に備えて初歩の基礎知識から始まり計画に基づき体系的な定期的訓練を行うことが必須である。近代的戦争の要請に応えるためには軍は近代的技術、各兵種の戦術、調整による戦術などを近代的軍事科学として習得するよう訓練されなければならない。そこに至るために我々は一方で兄弟諸国の軍隊の前沿の経験を習得するために可能な限り努力し、他方では我が軍隊が戦闘において獲得した貴重な経験を重視しなければならない。略。そして党の軍事方針と敵味方の具体的に状況とに基づくこと。さらに軍の訓練にとって適切な内容を定めるためには地形に基づくことも重要である。とあって、まあ、一から軍の在り方を見直す必要にそういうフェーズに来てますよということを述べています。で、戦術、組織、規則、武器など、まあ、あらゆることを改革していくんだっていうふうことは書いてるんですけど、そこでも、いかなる新たな規則も、軍の持つ人民的性格と党の主導が維持されていることの絶対的必要性が反映された規則でなければならない。とあって、その、この戦いが掲げる目標と、その実現のための戦略というのは、その、ブレがなくてはいけないというふうに釘を刺しています。はい、ということでまとめです。まあ、なんかこう、今流行りのなんかパーパス経営に近い発想だと思うんですよね。その、なんで我々が存在するのか。で、我々のパーパスをどのように実現するのか。で、そのための中期的な戦略とは何かっていうのを言語化して、それをもとにその経営計画とか、企業の事業ポートフォリオとか、企業文化を作っていくっていうものなんですけど、パーパス経営って。なんかそれにかなり近いものがあるなっていうふうに思いました。で、まあ、とはいえ、なんかこう、これをじゃあ真面目に実行すればブラック企業じゃんと思うんで、なんかこの、ボーグエンザップ的な、そのゲリラ戦みたいなのは、まあ、やっちゃダメというか、できないんですけど、今は。ただその発想は、まあ、まさにそうだなって思ったんですよね。で、祖国を救い、人民を解放するっていうことが、まあ、パーパスであって、そのための手段として、マルクス・レーニン主義を使って、人民を司令塔たる党と一体化させて、現状の武力や連動に応じた戦い方によって敵を攻めるっていう、まあ、言っちゃうのは簡単ですけど、これをこう継続的に実行できたのは本当にすごいというか、まあ一貫してその継続実行できたのは本当にすごい奇跡に近いなっていうふうに思います。で、じゃあそれがなんで可能だったのかっていうのは多分いくつか理由があって、まあベトナムにはその紀元前から中国の侵略に抵抗してきて、かつ勝利してきたっていう歴史があるっていうことと、あと長い間のその戦乱によって、まあ、人々のその平和とか安定、統一、南北統一への気球っていうのがものすごく強くあったっていうこと、それから抵抗運動の倫理的な正しさがベトナム人のみならずその世界中の人々に受け入れられたことっていうのが大きいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、もしかしたら他にも要因があるかもしれません。で、今回紹介したのがその大前提の戦略にあたる部分で、この本には具体的に1945年の8月蜂起から1951年のディエンビエン風の大勝利まで、その党と軍がどのような戦術で戦いを成功させてきたかっていう詳細が述べられています。まあ、ちょっと今回はそこまで述べなくて、最初の冒頭の戦略の部分だけお話しました。興味がおありの方はですね、ぜひお手に取ってご覧になってみてはいかがかなと思います。これね、なんか電子版がないんですよ。なので、まあ、本を、書店で買っていただくか、あるいはね、図書館行ったらね、結構あります。よく見ますので、お探しになってはいかがでしょうか。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。